元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵の高石光です。今回はですね、岩間合気道へ原点回帰、こういったテーマで話をしてみたいと思います。このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になりますようにアスリートの頑張りを紹介しております。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。岩間のですね、技原点回帰というテーマで今回はお話をしていきたいと思います。つい先日ですね、私の兄弟弟子と本当に久しぶりに会いました。会ってですね、いろんな情報交換をしたんです。その時にですね、私、合気道は岩間スタイルですから、技のチェックもしたよということで話をしたんですね。そんなことで、その兄弟弟子と会いました。そして原点回帰なんですよ皆さんね、まずね、岩間スタイル、合気道のことをちょっとね紹介しますね。合気道ってのはいろんな流派があるんです。合気道以外もそうですよね、空手もそうなんですね。いろんな流派があるんです。その中で代表的なのが合気会というもの、そして正田剛造さんの養心館でしょ、で東平さんの木の研究会ね、そして富木さんの日本合気道連盟、これがね、4団体でしょうね。その中で私は合気会に所属をしておりました。で、合気会の中にも本部スタイルと岩間スタイルってあるんです。このね、本部スタイル、岩間スタイルっていう風に言ったのはね、外国の人なの。外国人が言ったのね。違ったものに見えるわけですね。同じ合気道であっても違ったものに見える。ですから、こういった表現を使うわけです。で、私は岩間スタイルだった。で、どう違うかっていうと、例えばね、上島森平さんっていうのが、合気道を作った人なんですよ。上島森平さんが合気道を作りましたけれども、その上島森平さんもずっと進化するわけですよ。進化していく過程でですね、いろいろやはり考え方も変わってくるんですよね。時代によっても変わるし、そして自分の体力も変わってくる。そうすると今まで使っていたあの技、少し修正を加えなきゃならないということになってくるわけですよ。それをずっと突き詰めて、おそらくお亡くなりになる瞬間がね、一番強いと言われてるんですよね。そういったところに向かっていくんじゃないかなと思います。で、例えばね、上島森平さん、これが開祖なんですね。でもう一人有名な方に塩田剛造さんとおられますよね。塩田剛造さんは上島森平さんが49の時に入門してるんですよ、ね、ですから、塩田剛造さんは上島森平王の50代の技を学んでるんです。そして今度自分で改良を加えて、塩田合気道というのを作り上げたんですね。これが養心館という形になっているわけです。で、私の師匠であります斉藤森弘、これもですね、達人なんですけども、斉藤先生が、上島森平王に入門したのは1946年、つまり、上島森平王が63歳の時なんです。ということはですね、63からの技を斉藤先生は継承したんです。斉藤先生はそこから23年間、開祖がお亡くなりになるまで使えた方なんです。こんな方は他におられないんです。ずっと突き続ける方がいなかった。ですから斉藤先生は、開祖の63歳からお亡くなりになる86歳の23年間にわたるその遍歴全部吸収しちゃったんです。それが岩間スタイルなんです。で、息子さんの貴重丸さんは途中普及のために東京に出て行ったわけですよ。そうするとその童貞途中からね、わからないじゃないですか。後半は近くにいませんから、茨城と東京では離れてしまったんで、ここでちょっとスタイルが変わっちゃったんですね。で、特にその本部の方は流れの稽古を重視した。で、岩間の方はやはりその基礎訓練が多かったもんですから、そういったね、硬い稽古っていうんです。我々はまず相手にがっちり持たせた、ね、自分で不利な状況から技を作っていかなきゃならないっていう、結構地道な作業なんです。でもこれ一番大事なんですよ、技を作る上にはね。だからゆっくり丁寧にと、技を作ってから次の段階で流れの稽古、相手が打ってくる、蹴ってくる、それをさばくというのは流れの稽古と言ってます、我々は。それはね、例えば3段以上であると、ある程度基礎技として使えるレベルまで持っていった人間で、が初めてその領域に足を踏み入れることができるということなんです。で、言葉を変えると、個体技法、流体技法、気体技法。気体技法はもう瞬間です。一撃必殺、来た瞬間バーってね、当て身を入れるような、そんなのが気体技法で、ね、これも実践技って言いますから、なかなかこれをね、稽古で使うわけにいかないんですけど、
まあ、そういうふうに段階を追ってやっていたのが岩間なんですね。それを斉藤先生が継承しちゃったんで、どうしても本部と岩間とはスタイルが違っちゃったんですよ、ね。まあ、そういった違いがあるんですね。まあ、各流派それぞれ違うんですけどもね、同じ、まあ、流派であっても合気会の中であっても本部スタイル岩間スタイルというふうに違ってきちゃったんですよということをまずね冒頭ご案内をいたしました。よろしいですか皆さん、ね、こういったものいろいろ大変なんですよ武道の世界もね。ということで皆さん、さあそしてですね本題に戻ります。で、私はですね平成8年に4段を習得しました、いただきました。で、その時の兄弟弟子に王君という人がいる。王君も大体同じ時期に4段取ったんです。で、私はそれからですね脱サラをしたりしてですねちょっと忙しくなっちゃって、まあ、合気道から、気持ちは残しながら離れちゃったんですね。どうしても稽古行く時間がないんです。王君はどうか、王君はずっとやり続けた。その結果どういうことが生まれたか、王君はすごくなっちゃった、この間って聞いたら。で、実際に触れてね、いろいろちょっとね、まあ、公演で稽古したんですよ。すごかったね。ああ、それから20年でしょ、平成だったら8年以降やってないんだから。20年以上ですよ、四半世紀ぐらい。どういう風な差がついたかっていうと、彼はなんと7段になってました。すっげえと思って。でね、その他にね、彼はすごいのはね、他の武道も研究してる。格闘技も。これでね、岩間スタイルプラスアルファがもう出来上がってるの。すごかったね、びっくりした。皆さん、やはりね、継続は力なり、そしてやはり工夫、創意工夫、これどの世界でも一緒だ。王君すごかったもん、びっくりしちゃった。それでね、もう夜一番に、ね、ちょっとチェックしてくれと。俺多分20年も離れてるから錆びついてるんだよと、うん、でね、ほんと錆びついてる、ついてました、錆だらけ。もう錆を落とさなきゃと思ってやりましたよ。で、その時はね、まあいろんな技ね、例えば小手返しとか入り身投げとかね、四方投げとか、まあ、その両引きまで話持っていこうと思ったけど、そこまでいかないね。まず基礎から洗い直し。もうね、しびれたね、本当に。でもこれ大事なことなんですよ。で、もう錆だらけだから、錆を落とすためにですね、彼がやってくれたのはね、例えば目付けね、目の付けどころとか、あと立ち方、ね、バランス、体重の移動、中心線、それから姿勢化、ね、あと膝の緩みとか、全体的な体の緩み、これ全部チェックしてもらった。だからもう、今度、原点回帰なんですよ。あのね、不思議なもんでね、素人さんにはかかりますよ、力自慢でも。でも、ちょっと鍛えた、ね、体幹の強い人間、あのね、一番痛感したのはね、最近だったから、柔らぎと言ったでしょ、僕はね、皆さん言ったでしょ。あの渡辺君っているんですよ、ね、あの柔らぎと石森さんを推進しているあのフルコンタクトの選手ね、渡辺さん、すごく彼はね、見た目はね、あの、まあ、華奢に見えるんですけど、あのがっちり、もう中身詰まってるって感じでね、体幹強い、握られた瞬間に、あ、体幹強いな、こいつって思ったんですよ、さばけなかったね、自分で、あーと思ったの、それがね、まず自分の原点回帰のきっかけになりました、素人さんはかかるんですよ、いくら力の自慢でも。ところがね、やはり彼のように体幹しっかりしてて、やってる人にはね、かかんなかった。もうこれ悔しくてね。で、まあ、彼と会うことになった、王君と。で、王君はね、僕とやりとりは、まあ、例えば Facebook であったり SNS ね、あと YouTube 見てくれたりしたんで、よくその SNS 越しで交流はあったんですよ。今、こうだよとか、あ、やりとり行ったのとか、行ったの。あ、鈴木先生行ってきたよとかね。そんな情報交換したんで、まあ、一度会おうということで会ったんですよ。で、その時にね、ああ、もう本当にやり直さなきゃいけないなということです。で、先般出したあの、後ろ先生あったでしょ、空手のね、あの動画出しましたけど、後ろ先生のことを教えてくれたのも、その王君なんですよ。で、まあ、そこでもまた、ひらめきというか、気づきがあったんですね。いずれね、近いうちにね、あの後ろ先生の講習会に行こうと思ってます。もういろんなものを今、吸収しようとしてる。でも、土台しっかりさせなきゃならないから、僕は岩間の合気道なんで。いや、もう一回しっかりと見つめ直さなきゃいけないんで、基本練習である、基本訓練である体の変更ともろ手の呼吸、これ基本なんですよ。もうここ徹頭徹尾やってもらった。もうね、本当にこんな冷めてんのかと思いましたよね。いやいや、本当びっくり。で、彼はもう進化してますから、同じ時期に4段取ったけど、もう運転の差だね。うん、まあ、これしょうがない。で、僕はね、ある程度自分でできるようになったら、
ちょっとまあそれは披露したいと思うんですよ。あのコメントでもありました、影野さんの技ちょっと披露してくださいってね、コメントがあったんで、その要望に応えようと思ってますが、今じゃ無理ですから、できた時にはそれ披露します。その時に言いますよね、あのホイスグレイスじゃないですけど、俺より10倍強いやつがいると。その時にオークン紹介します。オークンにも言ったの、出てって皆さん言ったら、彼本当すごいから、見たらびっくりするぐらいすごい。でもすごく謙虚な、まだ出られないって言うんですよ。まだ俺も修行の道中だから出られないって言うんです。すごいと思いましたね。だから自分が納得したら出るかもしれないって言ってました。まだその道中だから出られない。あのね、僕からすると十分に出る価値あるし、皆さんを満足させるだけの技量を持ってます。これが今までの合気道かっていうぐらい、すごいねと言わせるぐらいのものを彼ら持ってる。で、岩間プラスアルファを彼がまた持ってるからすごいのよ。で、いろんなこと研究してます。ちょっとね、話題になったね、おいボクサーと相対峙するときどうするよって話したんですよ。で、今それね、研究中なんだって彼は言うわけですよ。ね、すごいでしょ。彼はいずれね、紹介したいし出てくれると思います。その時に私もある程度できてないとね、いけませんから。そんなことでね、いろいろこれからね、私も修行しながらベースとなる岩間合気をしっかりとまた改めて確立させながら、メンテナンスをしながらですよ、先般あったシステマであったりね、柔らぎ道であったり、鈴木先生合気道ね、新合気充実であったり、それからその後ろ先生の体であったりね、こういったものをね、また吸収していきたいと思います。先般ちょっと出しましたね、自分の型を作れと。もういろんなものをね、ちょっとミックスして私なりの合気道とやらをね、作っていきたいなというふうに思います。そのためには原点回帰なんです。岩間の技をもう一度精査する必要がありますので、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。今回はですね、まあ、改めて岩間合気道原点回帰というテーマでご案内をさせていただきました。この辺りで元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー